じゃあこんにちは、はい、さあ豊さん、はい、シーズン始まりましていいスタート切ってますか皆さんも、皆さんも、順調ですか順調ですかということで皆さんもいいスタート切れそうですか、はい、新年度に向けて ね、はい、ということでいいスタートを切るということで、はい、2024年いい年にするためにも、はい、やっぱり選手たちが今年活躍したい、まあ、もちろんそうだし、まあ、いいスタートを切ってね、はい、まあ、順調にいきたいというふうには思ってるはずだよね。そうですよね。ただなかなか切れなくても、うん、シーズン後半に上げていくっていう選手も、いろんな形があるんだよね。そうなんです。だからまあ春先のことだけではなくて、はい、まあ、1シーズンを通して、うん、この選手が活躍してほしいし活躍するだろうという、ね、うん、まあ、選手をピックアップしてみたいと思います。そうです、はい、これはピッチャー3名野手3名セパそれぞれ豊さんに出していただきます、はい、じゃあまずセリーグからいきましょう、はい、セリーグピッチャーまず3名お願いします。まずはジャイアンツの高橋蓮、はい、おー、で中日の梅津、おお、はいはいはい、で阪神の岡留、はいはい、まあ、まずこの3選手ということで、そうだね、まず高橋蓮投手。高橋蓮は最近の傾向からすると、うん、やっぱこうバットの軌道から来る変速に弱いというパターンが増えてるんだよね、うん、はい、それとやっぱこう下から投げてくる緩急に対して待ちきれないとか、うん、非常に武器を備えてるというね、はい、まあ、それと球威がいい時ほど復活はしてないんだけども、うん、ジャイアンツの大城も小林もやっぱ高めを非常に意識をさしているというか、うん、高橋蓮に対して、はい、そこで空振りが取れるし、うん、だから非常に面白いピッチャーにまた復活してくるなという、おで表情も非常に自信を持って投げ出してるなっていう感じがしたしね、うん、だから使われると活躍するかなっていう感じは受けてるんだけど、そもそもはやっぱソフトバンクで実績もある、ね、まあ、もちろんそうだね、ピッチャーですしね、まあ、でもその時は本当に圧倒的な球威が、うん、ありました、ね、下から投げてあったという、うん、まあ、一つの、ね、圧倒するボールがあったんだけども、まあ、最近圧倒するボールはなくても、うん、まあ、多彩だよね、はい、だからインハイアウトローとか、うん、そういうことを意識さすとかね、はい、まあ、いろいろこうキャッチャーのリードによるところもあるんだろうけども、だけどなんかこうバランスは良くなってきたし表情も良くなってきてるという、お、だから非常に期待感はすごく持ってるんだよね。お、そして今年やっぱり巨人で、まあね、もう先発ローテに入ってますから、はい、ここは期待できそう、活躍を、まあ、そうだね、うんうん、だからそれをしっかり最後まで掴んでほしいなって思うよね。そうですね、逃がさないでね、はいはい、さあそして中日の梅津投手、梅津はねルーキーイヤーの時にピッチャー投げた時にもう鮮明に覚えてるんだけど、このピッチャーは勝てるピッチャーだなっていうことを思ったわけね、はい、それからまあ故障で離脱して復活してきたわけだけども、やっぱ投げてるボールがいいな、力あるわ、さすがだね、うん、いやだからこのピッチャーは勝てるピッチャーだよ、はい、うん、だから今年の中日のその躍進にね、うん、非常に力を与えてくれるようなピッチングをしてくれるよ、うんうん、ここまでは先発先発ときました。ああもう次行くのね、はいはいはい、あ、花、もう、いやいやいいよ、もうこのはもうあのピッチャー勝てるピッチャーだ、勝てるピッチャーということで、ね、はい、はい、でここまで先発先発ときて、ここで中継ぎですね、岡留投手、ね、はい、やっぱ安定感あるな、うんうん、まあ、実質今シーズンが初めて一軍でと、うん、いうところにはなりますか、ね、だから非常にね投げてるボールに自信があるというか、うん、やっぱ多少変則だし、うん、そのタイミングを狂わすようなことをしながら投げれば、うん、だからなかなかやっぱり1イニングでは捉えられない、うん、捉えにくいピッチャーだよね、うんうん、だからそういうのを利点としてね、はい、自信を持って投げてほしいなと思う、うん、だ相当な数字が残ってくるんじゃないかなっていうような、まあそんな気はするけどもね、やっぱり阪神オープン戦でその島本投手だったり石井投手とか中継ぎのやっぱり投手たちがちょっと不安定なところがあった分、はい、新しいニューカマーが出てくるっていうのは岡田君も、はい、岡田君だってどう友達かお前なんか変な関係にあるんじゃないすいません岡田君って言っちゃったすごいね、あの人岡田君って言われるの森内しかいないよ、すいません岡田さん岡田監督もやっぱりその突き上げっていうものを求めてたと思うんですよ、はい、いやそりゃそうだよ、はい、だからまあそこら辺ではね門別もそうだし、はい、岡留もそうなんだけどあ、すいません岡田君って言ったのかもう岡に見つかりになっちゃった、すいません岡留です
ですよね。岡留すいません、すいません。もうやっぱピッチャーとしては刺激材料はたくさんあるよね、うん、ありますよね。あ、うん、ということ、だからそういう面ではすごく楽しみだよね、うん。じゃあセリーグのピッチャーは高橋礼投手、梅津投手、岡留投手が今季活躍しそうだと、うん、まあまあね、うん、はい、まあ他にもいっぱいいるけどね。もちろん、まあ、実力者は全員いるからそれは省いてるけども、うん、はい、うん。さあ続いて野手です、はい、もう野手は何と言っても田村、うん、大好き大好き、やっぱこの子のバッティングっていうのは全然やっぱり下味違うよね。うん、あ、どっしり感があるし、はい、やっぱシャープさもあるし、うん、率も残せるしホームランも打てるという、うん、ホームランだけじゃないよっていうような、はい、うん、でもホームランがなかったらもういや勝負どころではもう単打で徹するよみたいな、うん、まあね、センスがいいな。あのカープでいうところの前田智則さん的な存在になっていくんですか。まあ、なっていくんじゃないかなっていうような気はするけどね、うんうんうん、はい、でこの田村選手がやっぱり活躍しそう、活躍してくれれば、はい、何かこうカープの軸というもの、いや、まあ将来的には、うん、あのカープの軸を打てる選手だから、はい、育てなきゃいけないし育っていかなきゃいけない、うん、だからそれが今年が第一歩目だからね、はい、まあ、どこを打たすかまだわからないけども、うん、最終的にはね、うん、まあ、だけどクリーンアップは外れてほしくないような、うんうん、まあ、そういう選手に育ってくるよ。おー、楽しみです、はい。さあそして2人目、2人目はもう西川遥輝、はい、やれよお前の素質は素晴らしいものがある。いや、オープン戦でも見せてくれましたから ね、だから塩見という1番がいて、うん、2番に彼が座ると相当嫌だよ。もうずっと動画ではそういう話が出るために言ってるけども、うん、相当な脅威になるよ。そうですね、相手から嫌ですね。だから彼がやることによってやっぱ打線もつながってくるだろうし、やっぱ破壊力っていうのも出てくるだろうし、うん、またスピードっていうのも持ち合わせてるからね、うん、だ非常にこの西川の働きっていうのはヤクルトにとってすごく大きなことになってくる、うん、だからその責任を果たせという、まあ、そういう意味も込めてですね。そう、でも彼は持ってるものからするとできるんだよ、うん、そうですよね。ハム時代からそう言ってましたもんね。できる、絶対できるから、この子は、うん、だからハムからその楽天に移った時もやっぱりその春先すごく出だし良かったんですけど、そこからそういうのがあるので、うん、ぜひヤクルトではもう青木がもう締め上げとけばいい。いや、もうそう先輩いますからね。さあ3人目です。3人目は DeNA の梶原、はい、いや、もうものすごくね、1年目の時からすごくバッティングとか、うん、走力だとか守備力だとか、うん、そういうのはああいいセンスしてんなと思ってたんだよね、はい。だからやっと今年チャンスがもらえそうなんで、うん、まあ、これはもらえそうっていうか自分で掴んだもんだけどもさ、やっぱバッティング そのバットコントロールもいいし、守備力っていうのも非常に守備範囲も広いし、うん、で大柄だけど器用な部分も持ち合わせてるし、うん、だから非常に俺は楽しみにしてるんだよね、はい、うん、だからまあ上位を打たしてもいいだろうし、まあ、中に入れる、まあ、中って言ったらまあ6番あたりに、はい、まあ、勝負強さも持ってるしね、うん、だからそういう意味では活躍してほしいなと思うね、うん、またね、DeNA の外野手争いっていうところでも、いや激しいしな、激しいので、やっぱりあの桑原とかね、関根とかいるし、うん、ね、でも渡来が入る、うん、佐野がいるっていうことになったら一つのポジションを争わなきゃいけないし、はい、だからね、ぜひ勝ち抜いて、うんうん、まあ、桑原好きだからさ、そうなんですよ、頑張ってほしいんだけどね、うんうん。さあ続いてパリーグです、はい、ピッチャー3名、まずはまず内、楽天の内投手、はい、海野、はい、海野投手、西武ですね、はい、でソフトバンクの杉山、はい、ね、で内、うん、あのオープン戦で見たけど、これ配球によるところが大きいね。持ってるものがすごいけどさ、はい、100狙われる時があるんだよ、まっすぐを。ああ、そしたらホームランになるとかさ、やっぱちょっと視点を変える、思考を変えることによって打てないんだよ、うん、ああいうピッチャーって。だけどまんまとハマっていっちゃうっていうかさ、だからそこをもう少し深掘りして投球していくと非常にいいピッチャーになると思うよ、うん、やピッチャーらしいピッチャーだもん。あ、やっぱタッパーあるし、手足長いしな。そうですよね、だからボールに力あるしさ、うん、ちょっとこう用心することによって、うん、失点は避けられるようなピッチャーだよ。
うんうん、だからそこら辺の細やかさね、はい、まあ、少し考えるといいかもなって思うね、うん、まあ、楽天においてはそのだんだんこう、ね、ベテランのところから今若手が育ってきてるところなので、ぜひ内投手にも活躍していってほしいですよね、はい、そうだね。さあ、そして西武に移った甲斐野投手、甲斐野、これはやっぱり意地も含めて、はい、ね、うん、やってほしいなっていう願いと、うん、やっぱそれだけの実力があるんだよと、うん、それと西武にピシャッとはまればさ、うん、本当に優勝予想してるけど俺は、はい、やっぱ今回の力って大きかったなっていう、うん、ね、ソフトバンクさんって、うん、俺は言ってほしいんだよ。そうだ、そうだね、そうだね、お前なんか最近違うの、岡田君とかなんか偉くなってきたじゃない、なんか多額の金が入ったとかなんかそういうことじゃない、入ってない、そんなことは、そんなの、そうだねって、すいません本当に、はい、いやだから甲斐野っていうのは力があるし、うんうん、だからソフトバンクの時っていうのはその自分がやりたいポジションじゃないところをやらされたかもわからないし、はい、だけども中継ぎやるんだったら抑えやってみたいっていう、うんうん、そういうタイプだと思うんだよね、はい、そこに本当にしっかりハマったらどれだけの力を出してくれるんだろうっていう期待感がものすごくある。最多セーブももちろん可能性っていうのはありますよ、ね、あるある十分ある、十分ある、あ、じゃあ新天地だって接戦で来るから絶対セーブの試合は、確かにそうだ、そうだなんでか打てないからな、なかなかな大量点取れないから、そうだだけど接戦になってくると思うよ、それで来ると思うよ、そっかそっか、うん、そうですね。さあ、続いてはソフトバンクの杉山投手、もうねやっと大気が花開くかなみたいな、うん、こうやっぱ持ってるポテンシャルっていうのはやっぱねすごいものがあるよ、うん、体でかいし角度はあるし球力あるし、だからまあこういうことが安定的に出せるんだったら本当にソフトバンクの投手陣の救世主になる可能性があるね。そうですよね、だから一時期ソフトバンクっていうのはすごくパワーピッチャーが出てくるよねって言われながら、まあ、その一人だったんですけれども、うん、その杉山投手が今年だからそういうピッチャーがことごとく開花しなかったとか、ね、そうなんですよ、まあ、でも杉山が今年なんとなくやってくれそうな感じは受けてんだよね、うんうん、でも普通にやれば普通に成績が残っていくピッチャーだから、そうですよね、だからその普通を目指してほしいなと思うね、うん、特別なことじゃなくて、うん、みんなもういっぱいいっぱいでやってるんだけども、はい、でも彼は力持ってるから8割ぐらいで多分他の人の目いっぱいの力をまで出せると思うんだよね、はい、ポテンシャルとすれば、うん、だからまあ頑張ってほしいなと思うよね。そうですね、うん、さあ野手の3名いきましょう。野手は日本ハムの野村、はい、おお。だからもうみんなさ清宮のこと忘れてんじゃないのって思うぐらい、うん、やっぱりやってほしいよね、はい、それと清宮が帰ってくることによってやっぱもうポジションがないよお前、何しに来たのみたいな、そのぐらいの活躍をしてほしいし、そのぐらいの素質は持ってるよ、はい、うん、だから、まあ、彼もいい体してるしな、だから普通にやれば万波と双璧に打てるぐらいの力はあるよ、はい、まあ、5番っていうところで石井監督はやっぱり、まあ、5番6番だろうな、うん、うん、だからまあそこら辺でポイントゲッターにもなるし、まあ、新庄監督が4番に据える変えないって言いながら期待に応えられなかった、うん、まあ、だけどそれは本人が一番悔しいことであって、うん、それは今年晴らしてほしいなと思うね。そうですね、はい、さあ2人目、2人目はウォーカー、まあ、ソフトバンクに行きました。オープン戦でもやっぱこう彼のバッティングっていうのは使えるな、5本のホームラン、あ、はい、やっぱボールも飛ぶしさ、うん、もう守備を守らないでいいっていうだけでもうこっちがホッとするぐらいの本人もじゃないですか、まあ、本人もそうだろうけど、うん、もうこっちがホッとするよね、はい、まあ、だけどバッティングだけを取ったらやっぱポランコが昨年ねホームランを取ったけど、はい、今年はやっぱこう DH で安定して出たら取る可能性が強いよね、十分ありますね、うん、だからまあ山川というライバルが同じチームメイトでいるかもわからないけども、はい、ウォーカーのあのバッティングっていうのはやっぱ破壊力あるなあ。近年ソフトバンクはそのホームランを一発打ってくれる外国人がなかなかここ数年いなかったのでようやくっていうところでハマりそうですね。まあハマってくれるとやっぱソフトバンクはいいよな、うん、はい、うん、さあ3人目です。3人目は紅林、はい、オリックスの、はい、はい、うん、まあ、実力者ではあるけども、うん、まあ、昨年あの2軍からスタート、はい、で刺激剤で横山入ってきた、うん、やらなきゃポジション取られるぞみたいな、うん、まあ、そういう葉っぱもあったかどうかわからないけども今年ちょっと自覚が違うような気がするな、
で、まあ、昨年のプレミアも経験して一回りなんかそういう考え方が大きくなったような感じで、なんかチームを引っ張り出してきてるかなっていうような、うん、だからその成績だけではなくて人間的な大きさもなんか出てきたかなって、体もでかいけどね、うん、そうですね、うん、だから今まではこう先輩に可愛がられて言ってたのが、今年はなんか引っ張り出すきっかけの年になるかなっていうことですごく期待してるんだよね、はい、うん、だから彼はまあ普通にやれば、まあ、大型の内野手で坂本以来っていうふうに言われるぐらいなんかこう活躍してほしいなっていうふうに思うけど、なるほど、で実はゆうたくさん時点としてロッテの藤岡選手も挙げてたんですよね。そうなんだよ、うん、藤岡な、はい、藤岡はバッティング変わったよ。あ、変わったんですか。今まではなんか振れども振れどもなんか引っ張ることが下手で、うん、ねえ、そんなに引っ張れない怖さもなかったけど、はい、だけど、まあ、昨年の後半ぐらいからやっぱバッティングも急成長してるし怖さが出てきてるよね、うん、でセカンドにコンバートされて、はい、守備の負担もなくなり、うん、ロッテの中心バッターになりつつあるよね。あ、そうなん、今までは脇役だったんだけど、はい、ただポジションとしたら2番を打つことだったかもわからないけども、うん、もう十分本当にレギュラーとして、はい、使えるだけのバッティングが備わってきた、うん、だからすごく俺は期待をしてる。いや、今年こそ開花してブレイクしてももちろんもう開花はしてると思うんだよね、うん、あとはもう結果を残していくだけ、うん、だから今年は結果をしっかり残せる年じゃないかなっていうふうに期待してる、ね、楽しみですよね、うん、まあね、セパそれぞれ3名ずつピッチャー野手期待できそうな、うん、活躍しそうな選手を挙げていただきましたが、はい、もちろんあの答え合わせはシーズンの最後にももちろん答え合わせってじゃないよ、うん、やれるんだから、やれる、やれなかったら本人たちが何タイマーしてんのって怒られるんだ。それいつも聞く、それは答え合わせじゃないの。そうですよね、そうだ、期待して裏切ったのはそっちってなっちゃう。そうだ、お前ら何やってんの、お前ドライチ送ってこいみたいな感じで逆にね、逆にそうなりますよね。いやでもね、今挙げた選手たちが今年活躍すればそのチームも、いやもう活躍したらお疲れ生でも送ろうかなみたいな有言実行で、まあまあね、はい、あでもまああれだぞ、うん、こっちが疲れちゃったよって言ったらドライチョップってこと、逆に逆にそうですよねでもまず、ね、皆さんがね考える、はい、ぜひ今年活躍できそうな活躍しそうな選手もあればぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです、はい。